じゃあ、行くか。 聞いていただけませんか？ また来い。
Okay. よし、行こうぜ。
りにするんだい。どうも。は？お大事に。やめるの？
こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてないね。一度はね、昏睡から回復したの。でも検査してる間、ずっとぼんやりしてて、そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。普通あんなの飲む？バカとしか思えないけど。はいはい。ちなみに倒れた原因は味だよ。胃液と混ざると異臭が発生するの。シュールストレミングみたいな。まあどうでもいいか。おかげでいいデータが取れたってこと。今度は私の番でしょ、取引。それでわざわざ起きるの待ってたの。私のオリジナルの薬ね。あんまり外には知られたくないの。他言は厳禁ってことでいいよね。じゃあ取引成立。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともごひいきに。あれほどの怪盗行為、身体的な回復手段も用意していたんじゃない？どこで傷を癒していたの？もしかして協力者でもいたのかしら？調べればわかるのよ。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我死神のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、そうだね。次の治験いつ来れる？あ、これも覚えてない？検査中にも言ったけど、10代のモルモットは貴重でね。私はあなたの受験のためにお薬を提供。代わりにあなたはモルモットになる取引。新薬絶対に完成させたいの。もう動けるでしょ？今日は帰っていいよ。じゃ、お大事にどうぞ。またね。よし。おい。すごいな。
ってと。始めようか。
よく聞け。暴れするとしますか。それにしても、ん？何？コードネームも決めねえとな。コードネーム？俺がスカルで、ジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好はもうなあ、お前どうよ。待って、その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくてパンサー、割といいんじゃない？どういう意味だ？ひょう、めひょう。めひょう言うな。そんなことよりカモシダ。そうだったな、行こうぜ。じゃあ仕切り直して行こうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおい、お前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構、私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき更生の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格。古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせるということだ。Oh!
ぐ技能を選びなさい。さて、どれほどの力、二人とも始めるのだ。我はアルセール、お前の中のもう一人の自分。今、この場から消え失せようと、我は常に汝の傍らにある。お前の運命が定まるその時、またお会いし。ペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され、新たにお前の力となった。戦いの場へ赴けばよりペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで処刑し、より強いペルソナを生み出していくのだ。そして力を養うことがお前の構成であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。構成がはかどるよう、処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第では、さらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ囚人。お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。よし。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす賊の技。今のお前なら使いこなせよ。より一層の攻勢に励むがいい。では、望みがあるなら聞きます。